日本の噂パーソナリティの楓です。本日お届けする話題はこちら。日本でスキー中に大怪我をしたオーストラリア人の病院体験談が話題になっていました。北海道でスキーをしている最中に肋骨と鎖骨を折るという大怪我を負ったブルースさん。痛み止めももらえず、英語も話せず、散々な目にあったと語っています。しかし、ブルースさんの発言があまり共感を得られず、海外から批判の声が殺到したようです。ブルースさんの体験談は次のような内容でした。私の名前はブルース、現在50歳だ。スキーをするためにシドニーから北海道にやってきた。運悪くスキー中の事故で肋骨の全部を6本、後部を1本、さらに鎖骨を骨折してしまった。骨が折れる音が聞こえたよ。肋骨が肺に刺さって死ぬかと思った。叫ぼうとしたが声が出なかったんだ。まず問題になったのは、そのスキー場に基本的な痛み止めがないことだった。私は30年以上スキー場で働いていたので、スキー場に痛み止めが入った救急箱があることは知っていた。しかし、そのスキー場のパトロール隊は193センチメートルの私には小さすぎるソリに私を乗せた後、痛み止めをくれることはなかった。私は痛みでずっと叫んでいたが、パトロール隊は痛み止めをくれようとはしなかった。彼らは痛み止めを持っていなかったんだ。病院での扱いはひどいものだった。食事からベッド、コミュニケーションに至るまで。生の焼けてない卵を出されたりもしたんだ。手術に同意した時には、鎖骨にチタンのプレートを入れられそうになった。旅行保険に入っていたにもかかわらず、支払いが確認されるまで、5日間も手術が受けられなかった。フラストレーションは限界を超えていたね。通訳が英語に苦戦していたので、Google 翻訳を使っていた。この経験がトラウマになった。他の人には同じ経験をさせたくない。このブルースさんの体験談を聞いた海外の人々のコメントをご紹介します。これは恥ずかしい。このアホに氷の棺桶を用意してくれ。通訳が見つからないとは驚きだな。日本の病院にも通訳がいるよな。日本の病院には通訳がいる事務所があるよ。すごく便利だと思った。オーストラリア人が外国で望み通り扱われたいという典型的な話だ。パスポートに特別扱いを受けられる機能があると思っているんだ。そんなに問題になるなら通訳付きの保険に入ればいいのに。この人は面白いものの見方をしていますね。なぜか全体的に衝撃を受けました。この人の行動を逆の立場で見てみたいですね。俺も外国に行った時は外国語を話したり外国の食べ物を食べていたぞ。世界は不公平な場所なんだ。我慢してくださいよ、お姫様。外人が偉大な日本人と同じ扱いを望んでいるぞ。日本の医者が入ってきて通り一遍の診察をして時間の無駄だとつぶやくのを想像した。病院のスタッフにとってはクソみたいな一日だったろうな。私はこの話を信じるよ。日本の医療では痛み止めを重要視していない。家族の同意を得てからでないと何もできない。日本に旅行に行く人は知っておいた方がいいよ。そんなことはない。私は日本に住んで6年半になるが、医者は飴玉のように薬を出しているぞ。必要だと思えばあらゆる治療をしてくれる。むしろ大量の薬の副作用を心配すべき。医者は製薬会社と契約していて、薬を使えば使うほど儲かるんだぞ。君は何も知らないんだな。痛み止めは医師の処方箋が必要だからだよ。オーストラリアのように簡単には出せないの。
この話は嘘くさいな。日本の医療制度は素晴らしいと思うよ。弟が体調を崩した時は、唾液検査でピンク色になったのでインフルエンザだと判明した。それもたったの5分で。お願いだから、日本語を覚えてくれ。きっと助けになるから。山形の病院にはとてもお世話になった。ホテルの支配人が通訳の手配までしてくれたんだ。あなたの言う通りかもしれないね。他国を批判したいだけの人もいるから。この人のケースはわからないが、俺は捻挫だけで2週間分の痛み止めをもらったぞ。怪我をして日本の病院に行ったことがあるけど、設備、治療、値段、すべてに感動した。オーストラリアと違い、痛み止めには処方箋が必要なんだよ。事前に調べておけば、痛み止めを持ち歩けたのにね。海外に行くなら、基本的なフレーズくらいは覚えておいた方がいいよ。それかポケットブックを持ち歩くとか。まるでアメリカ人観光客みたいだな。周りの人が心を読んで、完璧な英語を話してくれるのが当たり前と思っている。12月に日本で事故に遭ったんだけど、お金を払う前に治療してくれて痛み止めも出してくれた。彼らは私をたくさん助けてくれたけど、言葉の壁のために別途リハビリに行かなければならなかった。手術のために帰国しなければならなかったので、まあ気持ちはわかる。日本のスキー場はバカが多すぎる。彼にはもう二度と行ってほしくない。それでは本日の日本の噂はここまで。新着動画を見逃さないためにチャンネル登録しておいてくださいね。